今週は月またぎで8月相場入りとなります。先週の日経平均は大きく下落しましたが、日米で相次ぐ企業決算と金融政策イベントでどこまで盛り返せるか、こういったところが今週の焦点になっていきます。ただですね、目先で株価が上昇しても、中長期的には気になるサインですとか、相場の視点の変化、こういったところが出ているため、今後の相場展開がこれまでとは違ったものになる可能性があります。では、そのポイントはどこにあるのか、本編の動画で考えていきたいと思います。 皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です。この動画ではテクニカル分析の視点で足元の相場の状況ですとか、今後のポイント、こういったところを皆さんと一緒に見ていってます。このままですね、この動画ご覧いただきまして、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。 それではですね、まずは先週の日経平均の振り返りからしていきたいと思います。ご覧いただいているのが、まあ、日経平均の冷やしチャートというところで、チャートを見てもですね、一目瞭然なんですが、足元ですね、かなり株価がですね、まあ、勢いよく下がってきているという状況です。 で、先週末の終わり値が7月26日ですね、37,667円というところで、前の週の終わり値と比べると2,300円ほど下げているというところで、下げ幅もですね、かなり大きなものとなっているというところです。で、またですね、節目の38,000円で割り込んだという状況ですし、あと下田の MacD 見ましても、赤い線の MacD がですね、いわゆるこの0円ライン。 ここを下抜けているというところもありますので、かなりですね、チャートの見た目の印象はですね、ちょっとこう弱いのかなと、そういう感じではあるんですけども、ただその一方でですね、結構こう株価がまあ急落してましたので、いいとこまで下げてきて、下げ止まって反発するんじゃないか。まあこういったサインもですね、出てきてます。3つほどですね、まあ簡単に紹介しようかなと思うんですけども、まず1つ目なんですが、このようにですね、窓をこの3つ、 ポンポンポンと開けているような形になります。いわゆるですね、この形、三空と言われるものになりまして、で、この窓開けというのはですね、例えばこう相場の状況の変化ですとか、大きな動きがあった時、こういう時にですね、いわゆるこう窓開けというのが発生するんですけれども、まあ以前の動画でもですね、この高値をつけた時、7月11日ですね、このロうソク足を頂点として前後のロうソク足、まあ窓を開けているという、こう、アイランドリバーサル。やっぱこう窓開けを伴ったですね、天井サイン。 紹介したんですけどもやはりこの窓をですね伴ったチャートの見方の一つがまた3区という形です で、まあ先ほどの繰り返しになるんですけども、まあ窓開けというのは、まあ相場の状況の変化というところなんですけども、要はこう相場の強い動きを示す場合が多いと。ただですね、窓開け3つ続くというのは行き過ぎなんじゃないのというところで、ちょっと別の言い方をするんですけども、3区叩き込みという形になってまして、まあ目先ですね、この株価の下落が止まるんじゃないか、こういった見方をですね、できる形というふうになってます。まあかなりこう、 勢いよく下げてきましたので、まあ、一旦ですね、まあ、上昇がストップして株価が戻していって、まあ、その後ですね、この株価の戻りが続いていくのか、再びで下げていくのか、まあ、こういったところがですね、注目されてくるという形になります。 で、株価を戻していった場合なんですけれども、まあ、まずはですね、この下抜けてきた、この25日同平均線と75日同平均線。まあ、この2つが引き去されるというところで、まずはこの75日同平均線ですね。先週末では3万9000、飛んで61円というところで、3万9000台ですね。 で、続いて、次の目標となる25日度平均線ですね。こちらも先週末時点で4万トンで53円というところで、ほぼほぼ4万円台というところありますので、まあ、要はですね、株価が戻してた場合、まずは3万9千台回復できるのかどうか、その次はですね、4万円台まで戻すことができるのかどうか、こういったところがですね、上値の目となってくるというところです。 で特にですね、この3万9000台というのが今週の焦点になりそうだというところで、直近ですね、この4月の19日と5月の30日、この安値同士を結んだ線の延長線上ですね、やはりこう窓開きを伴って大きく株価が下落している局面ですので、ここを埋め切るというところがですね、試される週になりそうだという形になるかと思われます。 で、続いてですね、ボリンジャーバンドでもちょっと下げ止まりのですね、サイン出てますので、こちらも簡単に紹介していきたいと思います。このボリンジャーバンドについては、ここ何回かの動画でも紹介してるんですけども、一つはですね、バンドの幅が狭くなっているスクイーズという状況ですね。市場のエネルギー溜まっているので、相場にですね、動きが出始めた時には、動き始めた方向にトレンドが出やすいですよと。で、もう一つはですね、じゃあこの発生したトレンド、 これがですね、一服するタイミングがどこかというところで、発生したトレンドと反対側のバンドの向きが変わったところでですね、このトレンドが一服しやすいですよというところ、この二つを紹介したんですけども、三、まあ、つ目のですね、ボリンジャーバンドの見方として、じゃあこうトレンドがこう転換した後、どこまで株価が動きそうかというところで、基本的にはですね、反対側のバンドまで動く習性があるというところです。具体的にはですね、このようにチャート上にいくつかピンク色の矢印示しました。上昇トレンドがですね、は終わって下落と トレンド入ってきたときには、反対側のバンドまで一旦株価が動くと。ここもですね、下落が止まった後、上昇に転じたときには、反対側のバンドまで動くと。で、さらにですね、また反対側のバンドまで動くと。まあ、こういった見方をしていくという形です。ただですね、この見方なんですけども、時折ですね、フォロースルー的な形で、しばらくですね、この下落であれば、 下落が続く。上昇であればですね、上昇が続く。こういったパターンも見られるんですけれども、ただ今回ですね、プラス2シグマからマイナス2シグマまで株価がですね、一気に下落していって、しかもバンドの幅が広い状況で下げていってますので、このフォローする的な動きというのは多分可能性としては限定的なのかなと。むしろですね、反発していく可能性が高いのかな。まあ、こういった形がですね、読み取れるのかなと思います。 で、三つ目がですね、先ほどですね、上値の目処として意識してきた移動平均線との乖離率、こちらになっていきます。で、ご覧いただいているのが、25日移動平均線ですね、との乖離率の推移をピンク色の線で示しまして、これをさらにボリンジャーバンド化したものなんですけれども、ここで見ていくのは、乖離率となっていきます。先週末時点でマイナス5.96%というところで、先週末の25日移動平均線と比べると、足元の株価というのは、下方向 マイナス5.96%、帰り、まあ、しているよという状況なんですけども、チャートですね、過去遡っていくと、マイナス5%をです、ね、こう下抜けると、大体こう下げ止まるという習性がありますので、こういった帰り、要はこう移動平均線というのは、まあ、値動きの中心線でもありますので、値動きの中心線と今の株価を比べて、まあ、今、下方向にかなりこう 帰りが進んでいると、となってくると、こちらもですね、まあ先ほどの3区と同じ考え方なんですけども、やっぱ相場行き過ぎなんじゃないのというところでですね、一旦この帰りが止まるという可能性があるという点もですね、一つこう下げ止まりのサインとして意識されるんじゃないのかなというふうに思われます。ですので、この冷やしチャートで見た場合には、目先の株価というのがですね、反発しやすいというところをですね、こちらがまあ最初のポイントになってくるという形になるかと思います。まあ実際にですね、今この動画の収録している時間帯、まあたいこう10時半過ぎ、 次なんですけども、まあ、日経平均ですね、先週末の割合と比べて1000円以上上昇しているというところありますので、こういったサインがですね、有効に機能しているのかなというふうに思われます。 じゃあですね、短期的にはこう反発するといったサインが見受けられるんですけども、先週の株価の急落というのが、中長期的な見方にですね、影響を及ぼしているかどうかという点もですね、週足チャートで確認していきたいと思います。ご覧いただいているのが日経平均の週足チャートになってくるんですけども、やはりですね、先週株価大きく下げてきているというところで、大きな陰線がこのように出現しているという形です。で下段のマック D 見ましても、ちょっとですね、こう7月に入って株価上昇する場面があり ましたのでマッ、まあ、クリーがですね上向きになりかけていたんですけれども再びですね下を向き始めているというところですでポイントとなってくるのがこのローソク足と移動平均線との関係ですまあ要は1本のローソク足でですねこの13指導平均線と26指導平均線こ日本のですね移動平均線を下抜けているというところでいわゆるこう日本下抜けという形が出現しているという格好です 要はですね、期間の異なる移動平均線を一本のローソク足で抜けるということはですね、かなり下方向に対して大きなですね、下落圧力かかっているんじゃないのかと、そういう見方をして形になっていきます。 ですので、この2本下抜きをですね、打ち消していくためには、株価がですね、13週ない週は26週移動平均線。ここを回復していかないといけないというところありますので、先ほどですね、株価の戻り、まあ、移動平均線で今見てきたんですけども、ちなみに先週末のですね、13週移動平均線が3万9000飛んで69円と、で26週移動平均線で3万8908円というところありますので、まあ、大体3万8000台の後半から3万9000台。ここをですね、まずはクリアして ていく必要があるというところです。まあいずれにしてもですね、ちょっとこう二本下抜けという形には注意が必要ですと。でもう一つですね、上、まあ、げられるものとしましては株価のあとマックニの逆行現象というものになります。 直近ですね、7月12日の週、まあ厳密に言うと7月11日にですね、日経金高値つけたんですけども、その前につけた高値ですね、3月22日週なんですけども、この時株価がですね、上値切り上げているんですが、MacD の方を見ていくと上値を切り下げているというところで、株価とですね、MacD が反対の方向を向いているという形になっています。このパターンでいきますと、トレンドがですね、転換しやすい形、サインとして受け止められやすいというところがありますので、ちょっとですね、冷やし的にはこう、 目先株価反発しやすいんですけども、中長期的にはですね、ちょっとこの長くですね、続いたこの上昇トレンド、こちらがですね、一旦こう終わるかもしれないという形になってきているという点には注意が必要かなというふうに思います。またですね、 この3月22日と7月12日週の間にですね、一旦株価下げ止まった場面、4月の19日の週なんですけども、ここをですね、中心とした、いわゆるこう、ダブルトップの形成というのも意識されつつあるような形になりますので、この4月19日の週のこのネックラインですね、株価を下抜けてしまった場合には、ダブルトップが完成するという形になりますので、ちょっと注意が必要かなと思います。またですね、株価反発していった場合にも、この7月のですね、12日の高値を超えられ、 に再び下げていって、今度はですトリプルトップ、まあ、こういった形成もですね意識される可能性もあるというところは、です押、ね、さえておきたいポイントなのかなというふうに思われます。 以上を踏まえてですね、今週の主な予定からですね、株価材料の面もチェックしていきたいと思います。まあご覧いただいているのが今週のスケジュール感というところで、左側が国内、右側が海外というところなんですけれども、今週はですね、いわゆるこう月またぎというところで、木曜日からですね、8月相場入りしていきます。というところでですね、月末のまあ国内はですね、県立き最終日と県立落ち日が29日と30日あるというところです。あとはですね、月初恒例の アメリカの雇用統計が週末の2日の金曜日に予定されているという形になっています。またですね、日銀の金融政策決定会合とアメリカの FOMC がですね同じスケジュール間、7月の30日と31日にかけて開催されるというところあります。でまたですね 今週は決算が日米で続々と出てくるという形で、こちらもですね、押さえていきたいと思います。まずは国内企業の決算の発表スケジュールなんですけども、まあ、先週末時点で、まあ、時価総額1000億円以上あった企業をこのようにずらっと並べています。ちょっとフォントも小さくしてですね、数も多いというところなんですけども、例えばですね、国内で代表的な銘柄、トヨタですとか、日立、あとはオリエンタルランド、小松、こういったですね、注文企業ですとか、あとはメガバンクですね、 あとは、勝者。それ以外にもですね、半導体関連ですね、アドバンテスト。こういったところも決算を発表してくるというところあります。 で続いてですね、海外の方も見ていきたいと思います。海外もですね、注目の企業の決算が続々と発表されます。例えばですね、このマイクロソフトですとか、メタプラットフォームズ、あとはアップル、アマゾンといった、いわゆるマグニフィセント7のですね、銘柄がまあ決算発表したりですとか、あとはですね、半導体関連で言いますと、オンセミコンダクターですとか、あとはアドバンストマイクロデバイス、AMD ですね、あとはクアルコム。 インテル、こういったところも発表してくるというところです。それ以外もですね、週末にエクソモービルとシェブロのエネルギー関連のですね、決算も発表してくる。まあ、その他ですね、ボーイング、こういったところも決算を発表してくるという形ですと。まあ、ただですね、足元の株価というのが、まあ、大きく下げてきたというところありますので、こういった企業決算のまあ反応としては、株価が下げてきた分ですね、いい決算を出してきた銘柄に関しては、素直に変わりやすいと。 反対ですね、冴えない決算を出してしまった銘柄については、まあ、さらに売り込まれるといった展開がまあ想定されるんですけども、特殊な見方をする必要はないのかなというふうに思います。まあ、基本的にはですね、素直に企業決算の動向に反応していくまあ展開、こういったところがですね、今週の相場展開としては想定できるのかなというふうに思われます。 ただですね、ちょっとこう、もう一つ、まあ先週のですね、株価の急落でですね、気になる点があります。これがですね、まあ、いわゆるこう、為替の動きになっていきます。要は株価の下落とですね、ドル円、つまり円高の進行がですね、共鳴するような形で下げていったという展開がありましたので、ちょっと足元のドル円の動きもですね、チェックしていきたいと思います。このドル円の冷やしチャートを見てもお分かりの通り、足元ですね、円高がかなり進行してるなというところです。一度160円を超えるところから、153円台まで。 でですね、円高が一気にですね、この7月だけで7円ぐらいですね、円高が進んできたという形になっています。 で、ポイントとなってくるのがですね、このように7月の11日、為替介入があったですとか、あとは、まあ、いわゆるこうトランプ氏が銃撃されて、まあ、トランプラリーっていうのが始まりまして、トランプトレードの一環として、まあ、例えばこうドルというのが人民元ですとか日本円に対してまあ強すぎるんじゃないかみたいな発言が出たことでですね、まあ、ちょっとこうトランプ氏の政策を折り込むような形で円高が進んでったと。あとはですね、ここ直近、まあ、2週間ぐらいなんですけども、河野デジタル大臣ですとか、あとは岸田首相、そして 自民党の茂木幹事長こういったですね、政治家からですね、足元の円安を懸念する発言ですとか、日銀の利上げ言及するような発言があったり、まあ、こういったところもですね、円高を加速させていった面があるというところです。まあ、いずれにしてもですね、今週というのは、金融政策イベントの動向と、決算を睨みながら、まあ、株価がですね、どこまで戻せるのか、まあ、こういったところがですね、最大のポイントになってくるわけなんですけども、ちょっと注意しておきたいのが、先週のですね、決算の発表を受けたアメリカ株 市場の動きとというところですまずは先週ですね、決算発表したテスラ、こちらの動きからチェックしていきたいと思います。テスラについては7月の23日ですね、決算を発表して、これを受けて始まった翌日のですね、24日の取引が、いわゆる窓を開けてガクンと下がっているという状況です。まあ、そこからですね、横ばいでだいたい220ドル近辺をですね、意識した推移になっているんですけども、決算のですね、まあ、中身というのがま減収減益でまあ冴えないものだったというところと、あとはですね、注目されていた ロボタクシー、つまりこう自動運転タクシーですね。これの公表がですね、延期するよというところも発表されてですね、こういったところが言い明けされて、決算を受けたテスラの株価の動きというのは冴えないものになっているというところです。まあ、これについてはですね、まあ中身見れば当然なのかなという,うに思われるんですけれども。 ちょっと気になるのがですね、アルファベット、まあ、グーグルですね。これの動きになっていきます。アルファベットもですね、7月23日に決算を発表して、それを受けた直後のですね、時間外取引。一瞬株価上昇していったんですけども、それを受けたですね、翌日の24日の取引で、やはりこちらも窓を開けて下落して、さらにですね、もう一段階下げて、先週末の終値で167ドル。 こちらでですね、まあ、選手の取引を終えているというところで、まあ、こちらも下落で反応しているという格好です。下段のマクリーもですね、この0度ラインを下抜けているというところで、まあ、下向きのこう意識強めているのかな、まあ、こういった印象なんですけども、ただですね、 決算自体の内容は悪くなかったというところです。5四半期連続のですね、増収増益でしたし、あとはその数字もですね、市場の予想を上回る内容だったというところです。ただですね、この株価のですね、株式市場の反応がネガティブだった理由としては、まあ、いかにですね、市場予想を上回る内容だったとしてもですね、さらにその期待の上を行くものではなかったというところで、まあ、出尽くし感で売られてしまったという点がですね、1点。でもう1つがですね、足元相場のですね、倹約となって、 た相場のテーマ要は生成 AI。AI に関するですね、過剰投資の懸念が浮上してきているという点にはですね、ちょっと注意が必要になってきたという形です。 ですので、目先ですね、株価がこう反発していくという展開を想定されるということは、まあ、繰り返し述べてきた通りなんですけども、ただですね、中期的にはですね、相場の視点がちょっと変化しつつあるという点はですね、ちょっと気をつけておきたいというところで、ちょっと主なものをですね、こちらの方に載せておきました。まずはですね、先ほどのアルファベットの決算見られるように、企業業績のところです。基本的に決算については、いいものについては素直に変われやすいという,こう素直な展開を想定されるんですけども、例えば大手のテック企業ですとか、 AI 関連、半導体関連については注意が必要というところです。これまでですね、生成 AI っていうところに関する相場の見方というのは、まあ、将来性の期待でですね、どんどん上げていったといった動きを見せていました。まあ、例えばですね、AI のこう進化、普及によってですね、生産性が向上したりですとか、あとは技術進歩のですね、スピードがアップするんじゃないか。まあ、こういったですね、期待感、まあ、実際にですね、投資も進めているというところで、その実現性、まあ、こういったところをですね、織り込んでいって、まあ、交換して株価上げ ったわけけなんですけども先ほどのアルファベットの決算に見られるように、確かにこう巨額なですね、あの投資をしてるというところで、じゃその巨額の投資に見合ったですね、収益上げられるんですか、はたまたですね、その収益を上げるまでの時間っていうのはどのくらいかかるのか、こういったところにですね、相場の視点が移りつつあるというところには注意が必要かなといううに思われます。 で、2点目がですね、日銀の動きですね。まあ、つまり、こう、金融政策の正常化とあるんですけども、簡単に言うと、まあ、利上げに対する見方です。 で、まあ、今回の日銀会合では、国際会での減額のまあ詳細をですね、公表しますよってこと、あらかじめこう、アナウンスありましたので、そこら辺はですね、それほどこう、相場の波乱ざるのになりにくいとは思うんですけども、ここに来てですね、先ほど、為替のチャートで見てきたように、政治面からですね、円安ですとか、利上げに対する言及が増えてきているという点にはです、ね、よこう政治圧力がかかり始めているという点にはですね、注意が必要かなと思います。本来であればですね、日銀が利上げを開始するということはですね、まあ 日本がデフレから脱却していって、順調に景気が回復していって、あとはですね、企業も含めた構造改革、これの成果が出始めているよというところで、要はこう、ポジティブなですね、動きの一環として利上げできるようになりましたというのがですね、本来あるべきこうシナリオではあるんですけれども、ここに来てですね、政治圧力がか,かり始めてきているというのは、あまりこう、いい兆候ではないなというのが、二つ目のポイントになっていきます。つまりですね、ここに来て政治家からそういう発言が出てきているという、この考えの、まあ、 背景なんですけども、おそらくですね、この円安、通貨安、こちらはですね、回避したいっていうですね、まあ、意図の表れかなと思うんですけども、ただですね、こう国内の景気の動向とかを無視して、まあ、自国通貨の価値の低下を避けるために利上げをするという行為はですね、ある意味、深刻とあまり変わらないということもありますので、あまりポジティブではないというところには注意が必要かなと思います。まあ、結局ですね、今回の日銀の会合でですね、利上げについて日銀がどういうスタンスを示していくのかというところもですね、新たなこう 焦点に加わってきたというところもありますので、ちょっとですね、こちらも中期的な視点がですね、変化した例の一つかなというふうに思われます。 でそして最後がですね、アメリカの利下げについてです。今の段階ではですね、9月の FOMC で利下げを開始するというところがですね、まあ、前提に株価、株式市場、為替、あらゆる市場が動いているというところなんですけども、現時点ではですね、この利下げというのがですね、ほどよいアメリカのインフレが鈍化してますよと、でそれに伴ってですね、景気のソフトランニングも達成できそうですよというところをこう前提としたわけなんですけども、実は先週ですね、アメリカのこうニューヨーク連休 のダドリー総裁がががでででですすすねね9月月はなななくてて7月に利下げを前出したたた方いいいいいんじゃないかみたいなです、ね、発言が出てきたというとうころです、まあ、何が言いたいかなんですけども、なんでじゃあ、こう、利下げを前出ししなきゃいけないのかなんですけども、このダドリー総裁の考えの背景というのは、景気後退、こちらを懸念してですね、手遅れになる前に早めに利下げした方がいいんじゃないか、まあ、こういった発言につながっているというところなんですね。まあ、何が言いたいかなんですけども、今の相場の状況というのは、利下げを開始すると。利下げ 効果で景気とか業績は持ち直す、まあ、こういったところでですね、相場動いているんですけども、もしかするとですね、こういった利下げ効果よりも今後景気交代懸念がですね、まあ、こちらの方が強くなってしまうかもしれないというところもですね、ちょっと中期的な視点が変化しつつあるという点ではですね、注意が必要なのかなというふうに思われます。 で、実際にですね、日米の、まあ、中国も含めた株価指数の比較のチャート。まあ、これもですね、こちらの動画で何度となく紹介しているんですけれども、特にですね、こう、足元ですね、これまでは半導体で構成されている、まあ、ソックス指数ですとか、ナスダック、トピックス、日経平均。 こちらがですね、勝ち組というところで、結構ですね、パフォーマンス今年入ってから良かったんですけども、これが足元下がってきてて、S&P500 と肩を並べるところまで来ていくと。あとニューヨーヨクダウンもですね、じりじり上がってきて、この差を詰めてると。 で、まあ中国会にはちょっと弱いんですけれども、ラッセル2000ですね、中小型株で構成されている株価指数がもですね、かなり盛り返しているというところです。まあ、何が言いたいかなんですけども、まあ利下げ効果によってですね、足元ラッセル2000がまあ戻してきているというところで,ですね、実際にこうチャートで見ていくとですね、ほとんどのですね、株価指数が下げていく中で、まあ先週のラッセル2000というのは高値圏を維持したという格好になっています。で、まあ足元ですね、この2000ポイントから2100ポイント、 ここの壁をですね、ずっとこのようにこう抵抗となって、まあ、揉み合っていたんですけども、上抜けていって、 過去ですね、チャートを遡っていった、だいたい2020年の後半から2021年後半にかけてのですね、まあ、水準まで戻してきているというところで、こういった意味ではですね、まあ、利下げ効果、まあ、こういったところを期待した買いが入っているというところで、足元はですね、この利下げというものに対してはまだネガティブに働いてはいないんですけども、まあ、利下げと、まあ、それに伴ってくる、まあ、景気交代懸念、これがですね、今後、浮上してくると、こういった動きがですね、ちょっとこう、変化が生じてくるというところもありますので、注意が必要なのかなというふうに思われます。 ます ですので、相場のサイクルで見ていくとですね、アメリカの金融政策、まあ、利下げを織り込んでいくというところで、足元はこの4つの局面のうち、この左上の金融相場の折り込みというところです。まあ、利下げによってですね、まあ、景気が刺激されて、まあ、ゆくゆくはですね、まあ、業績相場、景気と企業業績拡大というところが、まあ、本来のサイクルではあるんですけれども、ちょっとですね、これまでの利上げ局面のネガティブな部分、ここ織り込み切れてなかったという可能性もありますので、利下げ効果で、まあ、業績相場に移行できるものも、 あればですね、ちょっと景気交代懸念でですね、逆業績相場の方に戻ってしまうという銘柄も多分出てくるというところありますので、ちょっと銘柄の選別というのも今後出てくるかもしれないという点もですね、ちょっと押さえておきたいポイントなのかなというふうに思われます。 そういった面で行きますと、アメリカの景気交代というところが懸念されていきますが、週末にですね、雇用統計発表されていきます。で、その雇用統計絡みで、ちょっとですね、この景気交代局面のサインとして意識されているものを紹介していきたいと思います。いわゆるこうサームルールと呼ばれるものなんですけども、アメリカの失業率、こちらのですね、データを使って算出していきます。このサームルールのサームというのはですね、まあ、FRB のエコノミストだったサームさんという,こう人の名前から付けられているんですけども、この失業率ですね、 失業率の3ヶ月平均と、あとこの直近1年間のですね、一番低かった失業率、ここを比べてですね、 この差が0.5ポイント以上開くと景気交代するよという判断する見方になっていきます。で、実際ですね、この0.5ポイントをですね、このサームルールを超えたところでですね、漏れなく景気交代局面にしているというところを読み取れるかと思います。で、まあ、6月分のですね、先月発表された雇用統計で見ていくと、サームルール的には0.43ポイントというところで、まだ0.5ポイントを足していないんですけども、今週末発表される雇用統計の結果以下によってはですね、この0.5ポイントを超え始めてい て景気後退というのがですねちょっと意識されてくる可能性もあるかもしれないという点もですね今週の注目ポイントになってくるかと思われます。 でですね、結論からこう申し上げていきますと、足元の日経平均というのは短期的には反発する可能性が高そうだと。ただちょっと中長期的にはですね、ちょっとこの材料の見方が変化してきたり、まあ、そういったところもありますので、ちょっと中長期的にはですね、この株価が高値を更新してどんどん上値を追っていくような展開というのも想定しにくいというところがですね、まあ、結論付けられるのかなというふうに思われるんですけども、ここでもですね、需給面でもですね、そういった傾向がありますので、ちょっとこの最低座の動きからも見ていきたいと思います。 で、こちらのチャートなんですけれども、まあ、最低売り算が水色の棒グラフ、で最低改んがオレンジ色の棒グラフと、で、赤の線で折れ線グラフで日経平均の周波数の動き示しています。で、これ何を見ていくかなんですけれども、この最低山がですね、まあ、増えていって、ピークをつけて減っていく局面。 まあピークアウトしてからですね、この最低算が減っていく局面の日経平均というのが、まあ、上値が重たくなったりですとか、まあ、下落トレンドになることが多いというところです。で、足元なんですけども、ちょっとこう最低算増える傾向にあったんですが、まあ、7月19日の週の時点でですね、まあ、こちらはちょっと減り始めてきてると。で、これがですね、減少していく傾向として続き始めてくると、日経平均の上値重たくなってくるというところもですね、警戒されやすいので、こういった最低算、受給の面もですね、ちょっと抑えていく必要があるのかなというふうに思われます。 で、最後にですね、ちょっとこう想定はあまりしてないんですけども、日経期が仮にこう下がり続けてしまった場合ですね、じゃあどこら辺がこう下げ止まりの意識として機能しそうなのか、そこら辺もですね、最後チェックして終わりにしたいと思います。ご覧いただいているのは日経期の冷やしチャートにですね、フィボナチトレースメントを重ね合わせたものになっていきます。で足元のこう株価水準というのは、昨年の10月の終わりですね、ちょっとトレンドが始まったところ、ここを起点として、直近の7月11日の高値、ここをですね、この上昇 幅に対する押し目を描いたものがフィボナチドレスメントで、実際先週末時点ではですね、この上昇幅に対して38.2%押しのところで、一旦株価が止まっているという形です。ですので今後もですね、株価が下げ続けていってしまった場合には、半値押しである50%の水準。まあ、ちょうどですね、36,482円というところで、36,000台の前半。 この辺がですね、意識されやすいのかなと思われます。またですね、200日同平均線もですね、ちょうどこの辺りに位置していますし、チャート過去に遡っていくとですね、株価が揉み合っていた水準でもあるというところです。ちょうどですね、1月の下旬から2月の上旬にかけてなんですけども、前々回の決算発表シーズンでもあったというところありますので、仮に株価がですね、下げていってしまった場合には、3万6000円台の前半あたりでですね、下げ止まれるのかどうか。 これがですね、シナリオとして考えられるんじゃないのかなというふうに思われます。解説は以上になります。また来週もですね、まあ、こういった形でやっていきたいと思いますので、ぜひともご覧いただければと思います。またですね、楽天証券の投資情報サイト、投ーシルでもテクニカル風林火山という習字のレポートを毎週月曜日にアップしておりますので、そちらも合わせてお読みいただければと思います。えー、それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。